なんかさ、今年夏、もう今もうこのぐらいの時期で決定したのが、今年も大阪の海水浴場全部中止。うん。で、今検討は兵庫の海水浴場もどうするかって、大阪はもう全部中止決まった、今日。今日かな？昨日決まったのかな？うん。4カ所あんだろ？錦の浜とか。須磨海、だから兵庫、あれは兵庫だから。うん。関東は逆に神奈川はやるんだよ。神奈川は開けるから。海水浴場は。湘南は。寿司とかな。うん。佐藤ちゃんいらっしゃい。健やか。いやー、わかんねえけど。神奈川は勝負に出たね。うん。でもさ、お前ら考えてみ。海の家さ、あれさ、夏だけでさ、1年分稼がなきゃなんねえの。2年潰されたら2年間無収入ってことだからね。マジで。そう、まあね。開けりゃボロ儲けだから。開けれなかったらゼロだからね。台風で小屋飛ばされたりとかよ。うん。そうだろ？海の家ってそんなに儲かるの？だいたいワンシーズンで海の家は、まあ場所にもよるけど、神奈川で権利持ってたら多分7、8000万は入るんじゃない？うん。フルで稼働したとしたら。すげえんだから。うん。湘南なんてドル箱だから。すげえよ。だってお前らさ、海の家行った時に、ラーメン一杯1000円とかさ、ね、あんなもんをよ、焼きそばいくらで買ってんだよ。パラソル一本いくらで借りてんだよ。なあ。そうだろ？なあ。生ビール一杯いくらで飲んでんだよ。ね、650円とかさ、700円とかさ。なあ。俺ら儲かるよ。で、シャワー室の料金とかさ、荷物室の料金とかさ、ね。小屋代も全部、そうだろ？佐野さんのパラソルの話は好きですって。だから俺はさ、ネタでやってるけど、まあ、実質そんなもんだよ。うん。海の家は。パラソルおじさんな。でも、そのパラソルおじさんが仕切ってんだよ。大体。うん。パラソルとチェアな。うん。で、若いあんちゃんたちが、ヤンキーみてえなのがさ、行くだろ。で、穴掘って刺してよ。立てんだから、どこがいいですか？どこでもいいっすよ。スコップ担いでな。日焼けしたよ。あんちゃんたちがよ。かき氷とビール。ああ、かき氷もあるね。うん。
でもかき氷食うと腹痛くなっちゃうあんな。冷えちゃってよ。うん。あと頭キンキンになっちゃうからよ。うん。まあでも結局、まあ今年はだから大阪は4カ所、関空の近所のところと、あとは錦の浜っていうところと、いやだから全部中止なんだよもう。うん。海水浴場は、大阪、ね。わかんない。白浜とか和歌山まで行けばわかんないけど。うん。白浜はやるかもしんないね、もしかしたら。和歌山そこまで、コロナってねえから。でも兵庫はやらない可能性が高いね。スマはね、俺はやらないような気がする。去年だってやんなかったろ、スマ。スマ会。な、今年も多分やんねえんじゃないか。去年よりひでえんだから、今年の方が。兵庫は。特に三宮とか、あの辺のエリアは感染率が高いんだから。和歌山行くんじゃねえの？で、ほら、例のごとく、ほら、和歌山、ほら、花火大会もあるだろ？やるかやんねえかわかんねえけど。三宮ってホテル街がある。俺はそこまで神戸とかあっちの方は詳しくねえけど、うん。いや、だから、緊急事態宣言は、一応はだよ。今んとこは、5月の末までって言ってんじゃん。でも、今ね、政府って模索してんだよ。解除理由を探してんの。でも、解除する要素なしなんだよ。そう、まあね。もう解除したくてしょうがないの。あ、解除しても、それはもうね、多分ね、地方自治体に丸投げすると思う。地方の、首長に、おのおのに任せるって、投げると思うよ。政府自体は、これで緊急事態宣言解除するけどみたいな。だからそこらへんだよ。うん。で結局これ何が問題かっていうと、政府が緊急事態宣言を出してる時っていうのは、地方自治体が時短しようが何しようが、補助金は国から出る。わかる？でも、国が解除してて、地方自治体が個人的にやるときは、てめえんとこの予算でやんなきゃなんねえんだよ。わかりる？ね、そういうことなんだよ。
だから首長はやってもらった方がいいわけ、本当は。予算国から出るんだから。ああそうそう、だから宣言出してくれって言うわけ。うん、そうすると国がもうそこでケツ持たなきゃなんなくなるから。ああだけど解除したらもうあとはお好きにどうぞモードになっちゃうな。自分たちのとこはで決めてくれって。カラオケは死ぬよな。いやーどうかな。もうシカトでやるしかねえんじゃねえの。うん。ココちゃん、カラオケは大丈夫です。失敗してダメダメですね。いや、俺さ、菅の周りにさ、いいブレーンがいないのかなと思ってんだよね。普通はさ、官邸の中にさ、助言するやつとかいるはずなのに、官僚でもね。でも、過去見ても、助言したやつ全員クビになってんだよ。うん。イエスマンしか残さねえから。でも、俺それでもいいと思うんだよ。イエスマンしか残さなくてもいいんだけど、だったら自分でこういう方向でやるってはっきり言えばいいんだよ。あの人言わねえから。そうでしょ？もうね、だから自民党の中で喧嘩始まってんだろ、今。ああ。もう、それでよ、一番わかりやすいの、あれだけイエスマンだった、尾身が、菅に喧嘩売ったよな。なあ。そうだろ？もうダメだと思うよ。遅いよ、でも、尾身喧嘩売るの。ああ。小池百合子？だって小池百合子も、あれじゃねえかよ。二階の手下みたいなもんだし、菅だって二階の手下みたいなもんだから、あそこ三角形トライアングルだから、みんな仲良し小良しだから。尾身は、もう構えなくなったから、ついにはな、もうギブアップしたらべ、あれ。もう言っちゃったよな。もうやめた方がいいっつって。うん。会長が言っちゃったやな。だってよ、オリンピックやめた方がいいっていうのをさ、リサーチした結果だと、46% ぐらいが中止。3択でね。46% が中止で、38% ぐらいが延期。で、やるべきっていうのが 14%。もうこれじゃ無理だって。できねえよ。そうだろ。そう、まあね。な。もう無理だって。だってさ、もう60何日かだろ？オリンピック開催まで。全く盛り上がってねえし、逆に、聖火ランナー、な、
走らせねえっていう都道府県のところボッコンボッコン出てきちゃって逆パターンになってんだろ、盛り上げないよみたいな、うちいいですみたいな。そうだろう。だから無理なんだっつうの。地方からしてみりゃそんなの勝手に東京でやってくれよって、こっち関係ねえじゃんみたいな、何の恩恵も受けねえんだからっていうことじゃん、地方自治体からしてみりゃ。うん、あ、クラウン走らせたら少なからずイメージが悪くなる。イメージじゃないんだよ、島根がなんでやめたかわかる？あれ、聖火ランナー走らせるための警備から何から全部島根が負担すんだよ。なあ。だからやめたの。そうだよ。聖火ランナー走る時の周辺警備は、その地方自治体が全部担うんだよ。予算は。国が出すわけじゃねえから。うん。確か島根で3700億円とか、あ、そんなこと言ってたかな。だから予算はそんなに、ね、出せる体力ねえからやらせねえみたいな。だからほら、一回島根の知事が東京行ったじゃん。やれば一生忘れないオリンピックになりますよ。やればね、一生今までにないバカオリンピックになると思うけどね。大体よ、マラソンコースよ、どうのこうのなんて設定よ、国立の周りでよ設定しててよ、いやもう札幌にお願いしますとか言ってる時点でもうアウティなんだよ。だってよ、なあ、国立の周りのよ、マラソンコース、路面に、下からの輻射熱が上がってこない塗装も全部塗ったんだよ、あれ。あれ、意味ねえじゃん。ランナーのこと考えて。意味ねえんだね、あれ。だって札幌でやんだろ？塗っちゃった後でおめえよ、なんで札幌でやんだよ、バカかおめえよ。ね、体感温度が何度かこの塗料塗りゃ下がるとか言ってやってたじゃんかよ。そうだろ、ダメだもんな。大体さ、もうテーマがもう間違ってんだよ、スタートのね。もう誰一人復興五輪なんて言うやついなくなってるよな。ログをいらっしゃい。でも考えてみ、復興五輪なんて今言うやつ言う？アナウンサーでもね。え、誰がもう今言うの、復興五輪って。誰も言わなくなってんだよ、もう。丸川先生はあれよ、ゆり子ちゃんと仲悪いから、あれほら知事選で戦ったから。
なんか悪いんだよ、うん、違うんだよ、知事選で丸川珠代は半目に回ってんだよ、小池の。で、小池のことを批判したの。うん。女はほら、女同士ってよ、恨みつらみは長いからな。うん、ずっと。男とかはさ、和解したらそれでスカッとするやつもいるけど、女はなかなかな、スカッとしねえからな。で、どっちにしろ、なんでかっていうと、そこやかよ。丸川も、小池も、どっちにみち、アナウンサー上がりだっていうのがあるわけ。そうでしょ？穴上がりでしょ？うん。醜い争いだね。いや、まあ、醜い争いっていうか、まあ、そんなもんだよ、政治家なんて。うん。うん。だから見ててさ、面白いよ。うん。だから、昨日か、昨日の放送でも言ったけど、いよいよだからあのバッハが、その、中止になった場合の契約上の賠償金は、譲歩する用意もしてるって言っちゃってんだからもう。もう中止前提で話してんだから。うん。だって東京来ねえじゃん。うん、なんかやばくてしょうがねえんだから。なんかそう、中心した方が安くつくと思う。うん。ドラゴン、こんにちは。あとね、俺ね、さっさと終わらせろっつうの。で、選手村の、に立ってるマンションとかあんじゃん、あれ。もう買い手全部ついてんだよ。あれ、オリンピック終わった後は全部売却っていう予定になってんの。一般に。だけど、やるってなってるから、まだ今んとこその話が進んでないんだよ。でも東京のあんなど真ん中のあんな一等地の名誉マンションなあ、選手村、あんなとこみんな買うで。普通に。で、選手村だから、交通の便も良くなってるわけじゃん。だから、中止になんねえから売れねえんだよ。ガスはダメだって、もう。あいつがもう何言ったって、下が動かなかったらもう、無理。だってガーソンに決める、権利がないんだから。オリンピックに関しては。政府だから。それはできないって、もうバッハがはっきり明言してるから。うん。それは、もう政府が打診は一応入れたのよ。東京都と。JOC が。だから、1年延長まではできるけど、その先の延長はない。うん。ああ、そう。
だから今回中止になったんだったら次もう一回オリンピックで空いてる枠取りに行かなきゃなんねよな。でももう取りに行かないと思うよ。金がねえだろ。お金突っ込まなきゃ取りに行けねえんだから枠なんか。でもね、逆に言えばね、こんだけ世界的にコロナが蔓延してて不景気になってんのにどっこも手あげないと思うよ。うちがやりますって金突っ込んで。だから逆に言えば次はやりやすいかもしれない。もう箱はできちゃってんだから日本は。なんだろう、コロナが終わった後だったらやりやすいと思う。あ、もう全て出来上がってますから、はいってやれるんじゃね。今はダメかもしんねえけど。そうでしょ、これから新たに作らなくていいんだもん。もう全部できてんだから。ああ。よそはこれからやるっつったら、そこ予算ぶっ込んで、がっつり作ってってなるんだから。そうそう、だから誘致し直すのはいいんだ。だから し直すんだけど、だいぶ先になっちゃうから。うん。いや、何年先まで決まってんのかね。二つぐらいだから、次の次だろ。だから、4の4だから8年先だろ。でもよ、そう考えたらよ、8年先っつったらよ、もう今のよ、日本のエースと言われてる金メダリストたちは、取れると言われてる奴らは、もう、勝てねえよ。だろ？だから、俺ね、思ったの、今回ね、確かに東京オリンピックやったら、俺、相当ね、日本はメダル取ったと思うよ。バリッバリいい選手いるんだから。マジで。ああ。特に陸上競技なんていうのはかなりいいと思う。うん。だからね、残念っちゃ残念だけどね。海外はね、個人で辞退する選手もいるし、国として送り込まないっていう国も出てくるよ。うん。まあオリンピックはねの話はもう誰もしなくなってきてんじゃん。逆に大阪はもう誘致なんかしないよ。一回負けたじゃん大阪。何年前だっけな、大阪負けたの。うん。だけど万博は引っ張ってきたじゃん。なら万博は絶対何が何でもやるんじゃない。うん。もうその頃にはコロナ収束してる体だろ。2025年だろ。うん。だってよ、お前ら考えても、もう2025年でまだコロナで、ああじゃねえ、こうじゃねえやってたら、もう日本パンクしてんで。なあ。そう、まあね。2025できなかったら、もうオリンピックなんかできなくたっていいんだよ。
2025年でまだよ。な、時短とかよ。な、緊急事態宣言が出たり、ね、どうのこうのなんてやってたら、もう終わり。そうでしょ？だから大阪万博は多分やれるよ、間違いなく。あとは大阪のIR を取れるかどうかだろうな。うん。おそらくね。IR ってカジノってみんな言うんだけど、カジノじゃないんだよ。いわゆるそのカジノも含めたアミューズメントパークっていうんじゃないけど、うん、エンターテインメントもありーのだから。だからラスベガスなんかみんなラスベガス行ってカジノっていうのしか頭にないじゃん。でもラスベガスなんか行ったってカジノなんかごくごく一部で、あとはみんなあのショーを楽しんだりとかそんなのが多いんだよ。うん。だから田舎だけど、あそこにあれを作ったのはアメリカじゃんかよ。だからあそこに一大産業を作ろうと思って。総合リゾート、そう、うん。そう、じゃあ、あえてじゃなくって、あそこに産業がなかったんだよ。だって砂漠のど真ん中じゃねえかよ、あんなとこ。なあ。どうだめ？何にもねえとこなんだもんね。反射は絡まないと思う。うん。そっち系は絡まないと思うよ。うん。絡み、入り込む余地がないよな。うん。だって総合リゾート開発をする専門の奴らが組んで入るんだから。うん。だからほぼマフィアだよ。うん。ティース。いや、靴はね、観光大国日本じゃなくなったな。いや、俺はコロナがなくなったら、日本はやっぱりまたインバウンドでバンバン来ると思う。なんでかって言ったら、今みんなストップかかってんじゃん。日本って、もう日本は安全ですよって本当になった時には、じゃあオープンって
箱開けたらブワーってくると思うよ。おそらく間違いねえよ。もうとんでもねえぐらい来ると思う。コロナが終わった後は外国人。と思わない？俺はそう思って見てるけどね。うん。いや、日本行きてえなって思ってるけど、今行けねえからって我慢してるわけじゃん。我慢してるのは日本人だけじゃねえからさ。うん。これがパコーンって、鍵開いたら、マサさん？IR の？あれ、それはもう、だってもう向こうでセッティングするんだから全部。うん。プロだから。まあ俺は行かないけどね。俺賭け事ほら嫌いだから。好きな人は行くんだろうな。だってあれだってカジノは入場料で6000円ぐらい取るんだろ今のところ。だからある程度先にね入場料払って入るの。だから要するにUSJ に遊びに行って中にカジノがあるってなもんだよ。わかる？ドナさんいらっしゃい。だから、普通に歩いてってパチ屋入って、だってパチンコ屋入るのに金取られねえだろ？だそういう感覚の人は行かないから。うん。わかりる。だって入場料取るし、週に3回までとか。うん。カードつくんだろ、あれ。ID カード。ID カードなかったら入れねえな。セキュリティだってなんだって。